エミール・ヒルシュフェルトはドイツの陸上競技選手である。彼は1928年に開催されたアムステルダムオリンピックの砲丸投げで銅メダルを獲得した。ヒルシュフェルトはアムステルダムオリンピックの直前に当時の砲丸投げ世界記録となる15メートル75センチを出してオリンピックに臨んだ。7月29日に実施された。 方眼投げの予選では1 5ル7 2ンチを投げて出場22選手のうち1投目でオリンピック記録となる1 5ル7 5ンチを投げたアメリカ代表のハーマンブリックスに次ぐ2番目の成績で同日の決勝に進んだ予選上位の6選手が競った決勝ではアメリカ代表のジョン・クックが1 5ル8 7ンチの記録でヒルシュフェルトが持っていた 世界記録を更新して金メダルを獲得した。ハーマンブリックスが2位で続き、ヒルシュフェルトは3位となって銅メダルを獲得した。なお、このオリンピックが終了した後に自己最高記録となる16メートル4センチを投げて、再び世界記録保持者となっている。1932年ロサンゼルスオリンピックでは、砲丸投げと円盤投げに出場しているが、 いずれもメダル獲得はならなかった。彼は1968年に東ベルリンで死去している。アスレチックスアットザ1928アムステルダムサマーゲームズメンズショットプット。ありがとうございます。